ちょっとですね、今キュープラザに到着しまして、緊急で動画回してるんですけども、ちょっとこれやらなきゃいけないということで、見てください。筋力トレーニング2です。これね、僕1をですね、実はガチャガチャやらないでベルカリでお願いしたんですよ。で、ね、会員さんに喜んでほしいなと思ってやったんですけども、ちょっとこれ見つけちゃったんで、2これを300円なんですけども、まあ3人いるんで、3人でやってですね、最初にこのペックフライ出た人が勝ちということで、チャレンジやっていこうと思います。じゃあ、岡部さん、お願いします。はい、一発目で出します。ああ、その教えしてたら出すよ。そうそれ。いきます。ああ、ヘロテレレテレレテレレ。これさ、合ってる？合ってる？え、どこ？一生回せるよ。あ、こっち？違うよな。押してくれ。そう、はい、上にスライド。めちゃくちゃ初心者。はい、出して。開けていいですか？うん、これね、これね、あれね、もうね。プロ。ガシャガシャのプロ。いきます。気をつけて、待ってください。え、出たんだけど。え？いや、違うでしょ。違う、違うか、これか、こっちか。はい、これはですね、シットアップベンチですね。ベンチでした、はい、あ、でもこれね、ジムの飾りに加わりますので、そうですね、楽しみです。じゃあ、僕もやってみたいと思います。一回これ戻さないといけないんで、一回戻してから、何そのプロ、マジプロ、海外海外はい、出ました。あー、来た自分の時にできないえ？かぶってない。あ、これだ。チンニングじゃない。チンニングスタンド。ああ、いいですね。でもかぶりなし。いいですね。これね。はい。まあ、出ないな。やっぱこれ当たりなんだな。小原くんだ。じゃあ、行きます。マジかよ。まあ、私が。はい、出すんで、お任せください。はい、お願いします。ちょっと戻してからの、はい、海外ね、海外で来ました。海外パターンね。はい、おー出ました。チンニングスタンド。かぶってるやないかい。かぶっちゃいました。はい。ということで、懸垂し放題。2周目いきます。もうこのままね、ずつ出ないでね、巨大ジムになっちゃう。もうチンニングマシンはいりません。出ろ、入れよ。一回戻して、もう出てるんじゃない？出てるよ。あ、来た。こんな手このずらしたんだから、これはさすがになんかちっちゃくね。いません。え、なんかちっちゃくない？なんかちょっとちっちゃい。確かに、いや、これギュッと詰まってるタイプですね。なんかお父さんにやってやるよ。あ、これはね、ちょっとやべこちらです、はい、ローラーハンドグリップ&マット。でもかぶりなしです。え、でもだって残るはステップフライ。それだけ？肩フライです。だけ？肩フライです。いや、僕はもう私で決めちゃいましょう。はい、
3回やってますか。もう分かって、なんなら4回目、5回目です。5回目、これ1500円です。ちなみにあのコンプリートスーパーは1500円で買ったんで、これで出なかったらマジ効率悪いです。1回戻して、なんで、あ、これ聞こえた今音、ドゥン、重さほら止まらないから、これは絶対来た。でかいし、なんかほら来た。え、そう、来た、やばい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 、よっしゃ、すごい、やった。なので送料とかを考えたら、これメルカリに勝ちました。やった、勝利、やば。しかもチンニングは2人できました。やった。じゃあこれ後で組み立ててみましょう。はい、帰ってきました。はい、はい、すごいね、雨がさっき降ってたんですけど、はい、もう晴れたし、あの季節も変わりました。ちょっとですね、あの時間空いちゃったんですけども、あの先ほどの動画で聞いたガチャですね、そちらを、ね、開封して実際に組み立てていきたいと思います。実はね、この経緯に、ね、なる前に、実はこの、もううちのジムにはね、こういう、こういうラットプルダウンね、はい、で、それがベンチプレス、あ、ダンベルとか、はい、これ実はね、小さいもう模型がすでにあってですね、で、それの続編みたいなやつが登場したんで、ちょっと興奮して緊急で動画を回したというところでした。じゃマシンたちに仲間に入れて、ね、理想のジムを作っていきましょう。はい、じゃあ作っていきます。これがなんか楽しいよね、子供の頃に入るっていうか、ガチャガチャって懐かしくない？アブローラーだ、これ。ガチャガチャやってた？いや、やってましたね。何やってた？なんかね、昔のところのガチャガチャだったんで、当たり外れがあるガチャガチャだったんですよ。え？当たり外れがあるガチャガチャって外れます。外れ、お金払って外れるの。そう、消しゴム入ってるんですよ。強いやつだけ銃みたいなのが入って、ちっちゃくてちっちゃい銃みたいな。チューンやってましたね。あー、なんかでも分かるかもしれない。なんか昔さ、パチンってさ、あの電気、あー、そう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 、それもありますね。懐かしい、懐かしいね。そういうのあったよね。あれ、これテクトラルじゃなくね。なんかね、説明書がないんでね、全然できないんですよ。これテクトラル、これです。あ、これ何、つながるの？あ、ガチャはあの昔のバネ、バネわかります？階段こうやるね。そう、あれとか。コウさん何やってました？俺ね、すっげえやつだよ。ガンダム、あれ、あ、ガンダムじゃん、はい、あとドラゴンボール、はいはいはい、はい、まあ、フィギュアすっごい好きだったんで、あの空にしたことある。マジっすか？ケース、あれ？ケース用の、それのケースあるんです。ダン、ダン、ひながらで、そこにこう乗せて。マジガチ、ガチで。ガチで。今もガチャやるじゃないですか。そこから来てるじゃないですか。え、あ、ガチャ？あ、クロスピード。違うガチャ。大人のガチャになって。大人の魔法ね。大人だったらやり方だよ。この時はね、まあそうね。子供のお小遣いの中でやってた。限りがありましたけど。まあ今もある。見てはこれ全然できないんだけど。これ何？はい、これなんかのさ、ガチャなんじゃない？ガチャなんじゃない？それじゃないですかね。じゃあ分かった。俺家に置いてきたやつが。なんか袋が一個あったんだ。最悪。でちょっとまた完成したらこれ見せます。今僕のジム背中超強いです。超強い。男は背中ですからね。握力はね、これで鍛えられる。何ですか、これは。いやいや、細かっ。すごい、何これ。ジムにこれないか。はい、みたいですやってないから、これやってるし、いないから。じゃあ、ジムレイアウト考えようか。まあ、ちょっと背中は背中で、そうですね、本当に背中いいやつよ。鏡がある前に、これがこれ鏡があるし、はいはいはい、で、ストレッチやりや、
で、このジムは真ん中に腹筋するから、こう。で、ダンベルが、ここに来るから。アブローラーが腹筋ここです。腹筋真ん中エリアですね。アブローラー、アブローラーがね。で、まあ、胸エリア。ここに、今ちょっと部品の海外のやつなんで、ちょうど輸入がここのレールがなくなって、ケーブルがなくて、ここにだけ滑っちゃった。ここにペクトラルが導入予定です。おぉ、いいじゃん。神くす。はい、ということで、はい、今日はガチャの引きからの実際に作って、BMP 池袋大型ジム、はい、作ってみたでした。痩せる池袋のパーソナルトレーニングジムボディメイクプランニングでした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。ちょっとこの前忘れちゃったやつ今日持ってきたんで、ちょっと髪型変わっちゃってますけど作っていきたいと思います。かっこいい。はい。はい、すげえある説明書は説明書ないっすね。ないの？ないです。無理だよこれ、はい、無理だ。だいぶ細かいっすね。無理だろこれ。気分かんねえよ。細かすぎるか。マシンだったら分かるけどさ、はい、全部プラスチックだもん、うん、とか言ってもしかもこれ紐らしきものが今回ないね。マジっすか。ペックフライだから今回は多分稼働しても、はい、多分ね重りが動かないんで。重りが動かないね。本当？紐捨てたのかな。そんなことあります。いやー多分ないないですよと思う。マジで分かんねえこれはね、一応若干似てますけどね。あ、まあ確かにね、うん、これをじゃあ椅子から作っていこうか、はい。椅子を作るのが一つもそうですね。むずいんだけど、待って、これがまず、おお、まあ、ガスをつくと出しますね。待って、マジむずいんだけど、まあ、これはこれで合ってんだけど、あ、これが胸のパッドっぽいな。うん、で、ここにこう胸というか背中かこうなるから、とりあえずこの蓋はここに来るやん。でこいつのここの形がこうやね。おおほうほうほう、来てるよ。来てます。でこれが多分柱だから、これ違う違う、見ちゃダメ。見ちゃダメです見たらおもろくない。見たらおもろくない赤ちゃん、どっち向きなんだろうな一人アリムズよ。アリムズだわ。でこいつがよ、違うんよ。そろそろこいつの出番かな、うん、え、無理にも合わない。ひらめき、はい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 、こうね。さっきねヘッドスパ受けてきてね、はい、頭ボーっとしてるんですよ気持ち悪くなっちゃってるやつ。気持ち悪くなっちゃってはい、気持ち悪くなっちゃってダメなんですよ。なんかね、分かりませんね、全然全然分かりませんね。これ違うの？あなた答えは合ってるよ。ありますからね、いつでも答えはいつ誘惑されて
分かっちゃったよ、コンさん。あ、あなたここじゃない、ここだよ、ここだよ。だってさ、こっちに向くはずだよね。そうですね。そうだよね、はい、じゃあさ、これ向きおかしいよね。パッドが、そうですね、背中が。これはだって一番下で合ってんだよね、うん、違うの？それすら違うの？これ成り立って動画としてこれ1本の動画になっちゃうよ。まあでもガチャでいいよ、うん、これが楽しさだよね、ガチャ、はい、多分違うけど。大体説明し、ね、本来の説明、はい、本来の楽しみ方ではない、はい、うん、うん、ぽくね、はい、結構高めなんですね、なんか背もたれ上すぎない？でもこうそうなんだよ、うん、こうするとさ、おかしくなっちゃうわけよ、うん、あー分かった、俺そもそもが違ったわ、こうだな、全然頭悪いわ。初歩的なミスしてた。どうですか、短髪どうですか。いや、めちゃくちゃ似合ってますね。ですか、はい、色がだんだん落ちてきて金っぽくなってるんです。そうですね、ヤンキーですね。ルーキーですね。ルーキー、あのルーキーズのこの前あげてたじゃん、ヤーの人、五十嵐隼人、やばいね。やばいっすよね、あれ。いや、あの人でもさ、引退してたんだよね、はい、うんうんうん、だから一般の人でさ、はい、多分俺同い年ぐらい、35とかあったんですよ。はい、35、それの1個上ぐらいの代表。まあでも確かに芸能界とかじゃなくて普通に一般だったらまあそうなるよね。うん、なんかバーとか経営されてたらしいですよ、頑張って。あ、そうなんだ。お酒とかだと思いますよね。食事生活、食生活が荒れてたんですね。まあ、それにしてもちょっとあの頃のはいとはちょっと変わり果ててた、ね、変わり果ててましたね。にゃーってやつめちゃくちゃ好きだったんですけど、うん、この人なんかイケメンでした。そうだね。誰好きでした？ルーキーズ？はい。ルーキーズ誰かな？アニアスか。いや、基本的に、はい、あの好きじゃない。基本的に好きなんだけど。なんだっけ。あの一番一番あの真面目な。真面目じゃなくて、はい、先生先生。ああ、はいはいはい。もうど忘れしてる名前。佐藤さん。はいはいはい、佐藤さん、役名じゃなくて、はい、有藤、有藤、有藤、はい、有藤、ああ佐藤さんが好きなんで、うん、なるほど、生徒ではですね、生徒じゃないかな、ですね、熱い人が好きなんですね。そうですね。明日にときめけ、夢にきらめけでしたっけ。違うかね。ちょっと違うかね。ちょっと違いましたね。うるおぼえ同士でさ、この話、ね、ルーキーではもう広がんないんだよ。そうですね、ちょっとまあ見てたけどね。はいはいはい。いや、奇跡とかね、いや、もうルーキーズで広がんないから。あ、でも完成に近づいてきてますね。呼ばれた、はい。着々とね。いつの間にか。いや、ちょっと今でもここがすごい難しいですね、うん。これ違うところを俺は刺そうとしてたのかな。待ってよね、ここだよね、多分ね、これ勝ちんだよね、多分ね、ちゃん、うん、いや、そうですね、そのなんかつなぎ止め的に。あ、違うかも、あれなんか違うのかな、プラモ的な感じで、なんかこうやってさ、なってさ、うん、俺的にこうなるイメージなんだけど。はいはいはい、そうですね、フライだったら。だけどさ、これがさ、うん、あ、これ足か、足っすか、手だ、手だよな、うん、
合体させるんじゃないですか。ああはいはいはい、こうか。こういう向きなのかな。でもこうならないといけないからこうやな。怖いんだよね、なんか折れちゃいそうみたいな。ペーンってなったら終わりじゃん。終わりですね。おー、おー怖え。明日今日よりも。あー来た。オッケー来てるよ。あれやべ、困るもん。フレミング、このフレミングどう、フレミングの法則みたいな、はい、あれこれどうやって持つかな。こう内側、あプレスの役割もこういう風にもいくから。あ、そういうこと？こうだね。ほら。おお。要は、はい、こう持ってこうも行くよと。いや、わかる。リアってことですか？リアもできるよと。ちょっと一個気づいちゃった。はい、これ重り逆だ。今回重り動かないね。動かないですね。あ、俺動くシステムやめたんだ、うん、この会社。ラットプレナーはね、動いたんだけど ね、そうですね、結構リアルだったんだけど、紐がついてパーツは一緒なんですけどね、動かないみたいですね。お、完成しました。お、うえい、で、これで、はい、うっし、うえ、3、あと10回ってやるわけです。以上です。これ見てください。これ紐あります。あれ。これ紐あります。これ。おかしいな。これはちょっと紐ないね。紐なしですね。おかしいね。確かに紐通る穴ある。ここに紐通す穴ある。ありますね。俺やったね。これは会社ですね。もうなかったよ。ないですね。ちょっと糸持ってきます、ね。そうね、ちょっとこれまた新しいやつ買ってきてください。これを、これ用の紐、はい、家で、家でなんかあるでしょ。はい、ありますね、はい、別に紐は、はいはい、シンクフィットネスに頼まなくていいと思う。業者に頼まなくていいと思う。富田さんの連絡帳に、はい、誰以上です。あ、以上です。ありがとうございました。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。